スタートアップに優しい PR 会社が世の中にないなっていうのをその時痛感して、はい、目指せ年収2000万モテ企業塾。はい、というわけで先日から始めております集客シリーズということで、今回は PR についてちょっとお話していきたいなと思っております。はい、PR って言葉は皆さん聞いたことあると思うんですけれども、実際何やるというところはあるかなと思っております。集客の中でもね、比較的こうとっつきづらい分野じゃないかなと思っております。ただですね、僕の実感としてはやっぱり PR って事業を始めたての方には特に重要な手段じゃないかなというふうに思ってまして、ちょっとそのあたり詳しくいろいろ聞いていきたいなと思っておりまして、今日はプロ中のプロに来ていただきました、株式会社ベンチャー広報代表取締役の野沢社長です。よろしくお願いします。はい、野沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと最初にすみません、あの、はい、野沢社長の、ご経歴と、はい、あと会社のご紹介をしていただいていいですか。はい、わ、はい、かりました。今ベンチャー広報という社名でベンチャー企業スタートアップに専門特化した PR 会社をやらせていただいております。私自身はもともとはビジネス誌の編集を3年ぐらいやりまして、うん、でその後ベンチャー企業に転職をして、そこで事業会社の広報を8年ぐらいやって、自分で起業をして PR 会社を始めましたと。で今のベンチャー広報は2010年に始めて10年ちょっとぐらいですね、やってると、そんな感じになります。なるほど。じゃあちょっと早速いろいろ聞いていきたいなと思ってるんですが、そもそも PR って何ですかっていうところから聞きたくて、はい、広告っていうとまあなんとなくお金払って宣伝、はい、いろんなところに、ね、宣伝してもらうって感じなんですけど、はい、PR っていうのは具体的には何になりますか。そうですね、はい、分かりやすく言うと、はい、お金を払わずに宣伝する方法って、お金を払わずに宣伝する魅力的、はい、なんやねんって話なんですけど、はいはい、でもやっぱりね、起業したての方にとってはね、はい、やっぱりなるべくお金を使わずに、はい、自分の会社とかサービスを宣伝するって大事だと思うんで、そうですね、はい、具体的に言うとマスコミから取材をしてもらって自分の会社あるいは商品サービスを報道してもらうことによって、はい、認知を上げたりとか、うんうんうん、ブランディングをしていくということですね。なるほどなるほど。なんとなく皆さんイメージついたかなと思うんですけど、まあ僕の中では一つあるのが、例えばテレビで週末のお昼とかに情報番組見てるとタレントさんが出てきて、はい、なんか美味しいお店巡り、はい、ありますね。こういくつかお店を巡って、はい、美味しいねなんて言ってると、はい、翌週にはそのお店が行列ができていると、はいはい、もうこれリアルにありますからね。そういうのがなんか僕の中で今聞いた感じだと PR の一番分かりやすい感じかなと思うんですが、まさにそれですか。そうですね、うんうん、まあ例えばテレビで言えば、はい、CM を流すっていう方法ありますよね、はい、でも CM ってめちゃくちゃお金かかりますから。かかりますね。本当にもう億単位のお金用意しないと、うん、できませんよね、はい、でもCM じゃなくて、例えば先ほどおっしゃられたグルメ番組の中でお店を取材してもらって、はい、その様子が番組の中で放送される、はい、これは取材される側のお店は、はい、テレビ局側あるいは番組側に一銭もお金払ってないですからね、はい、ただで取材してもらって、はい、テレビに出て、はい、それが放送されて、はい、多くの人がそのお店の存在を知って来てくれて、はい、行列になって売り上げが上がると、はい、まあ、これがもうまさに PR ですね。なるほど。いや、そう聞くともうものすごくいいことだらけな感じですね。いやいや、そうですよ、はい、具体的にどうやったら取り上げてもらえるのって聞きたいとこなんですけど、うん、ちょっともうちょっとねもうちょっと他の話もちょっとまずは基本的なところいろいろ聞きたいなと思ってて、ちょっとズバリその PR っていうのは良さげだなって感じは分かったんですけど、まあ、何のためにやるんですかね。あ、はい、めちゃくちゃいい質問で、はい、皆さんもなんとなく PR 良さそうだって言って始められる、うん、はい、まあ、経営者の方多いんですけど、はい、まあ、どうやってやるかみたいなことは、まあ、How の部分ですね、皆さん一生懸命やるんですけど、はい、なんでやるかっていうその本質的な部分をあまり理解されずに始められる方が結構多いんで、はい、ここはゴールみたいなところですかね。そうですね、はい、そこをやっぱりまず私としては強くお伝えしたいんですけど、はい、まあ、結論から言いますと、はい、会社とか事業の成長を加速するためにやるのが僕は PR だと思うんですよね、はい、究極はやっぱり売上を伸ばすためにやるものですね。なるほど。目的としては、まあ、さっきの話じゃないですけど、行列が並んでたくさんお客さんが来れば売上が伸びますよね。そうですね、まあ、そういうことだったらいいけれども、はい、取り上げてもらっても特にお客さんも来なかったりとか、はい、
何か商品が売れるわけでもないと、これただの自己満足になっちゃうよと。そうですね、はい、となるとやっぱりそこにどういうふうにつながるかっていうことを常に意識しながら PR 活動をやらないとずれてきちゃうぞっていうことなんですかね。そうですね、はい、であと PR の面白いところは、はい、まあ、もちろん最終的には売り上げなんですけど、はい、経営のいろんな面にですねポジティブな効果が出るっていうのが実は PR の面白いところで、例えば、はい、人材の採用ですね、はい、やっぱりマスコミにたくさん取り上げられている会社っていうのは、はい、やっぱり注目されるじゃないですか、はい、そうするとそこで働きたいっていう人が増えるわけですよね。うん、はい、だやっぱり小さい会社、はい、ベンチャースタートアップってもちろん売り上げ伸ばすのも大変なんですけど、はい、優秀な人材の採用が実はもっと大変っていう側面があって、うんうん、そこに広報 PR っていうのはすごく効果がある、はい、なるほど、まあ、あるいはそのまあインナーブランディングとか、はい、インナーコミュニケーションと言われるその自分の会社で働いてくれている社員の定着率ですよね。どうしても小さい会社だと、はい、こう離職率が高かったりとか、はい、で経営が安定しない、それがやっぱりマスコミから注目されることによって、はい、すごくその社員さんがやりがいを持って働いてくれたりとか、まあ、はたまた財務面でもプラスがあって、例えばやっぱりマスコミでたくさん取り上げられて注目されてると信用力がつくんで、はい、例えば銀行から融資が受けやすくなったりとか、あるいはまあベンチャーキャピタルと言われる投資家から投資したいですよっていう話がたくさん来たりとか、はい、まあ、はたまた業務提携をしたいっていう話がたくさん入ってきたりとか、はい、はたまた協力会社さん取引先がいい条件で取引してくれたりとか、はい、うんうんうん、PR でマスコミにたくさん露出すると、まあ、もちろんその集客もあるんですけど、それ以外のところでもすごくいろんないい効果が出るんで、結果的に会社が成長するっていうのはありますよね、うん、なるほど。いやでもすごいわかります。マスコミで取り上げられてる企業ってなんか信用もできますし、うん、こっちからすると社員とかもなんかちょっと誇りに思えるというか、う自分はすごくこう注目されてるいい企業で働いてるっていう気にもなりますもんね、やっぱり。 そうなんです。それをやっぱり自分のお金を払って広告をしてるんじゃなくて、ちゃんと周りの人たちが認めてくれてるっていうのを作れるのが素晴らしいところですね。そうです。だからこれは本当にもうお金で買えない価値なんですよね、うん、はい、広告では基本的にやっぱりなかなか実現するの難しいんじゃないかなと思いますけど、はい、すごいですね。しかもお金かかんないっていう PR 最高です。いいことだらけじゃないですか。逆に悪いことないんですか。ちょっと聞きたくなっちゃうんですけど、 そういうの。そうですね、はい、悪いこととしては、はい、そもそもマスコミに取材してもらうことが難しいっていう。そうね、それで簡単だったらこんな楽な話じゃないですもんね。そうそうだ、お金を払ったからといって取材してくれるわけじゃない、はい、やっぱりその社会的に意義のあることやってらっしゃいますねとか、はい、ユニークなことやってますねっていう、やっぱりマスコミがきちんと価値を見出してくれないと取材報道してくれないんで、はい、そこをこういかにやっていくかっていうのが、広告って簡単に言えばお金出せば、まあ、もちろん交差はありますけど、はい、でも基本お金出せば出せるじゃないですか。そうですね、はい、でも PR はそうじゃないんで、うん、そこがやっぱり本当に難しいところですよね、うんうん、ちょっとその辺のやり方はまたおよい聞くにして、一番当たり前っちゃ当たり前なんですけど、その企業が提供している商品なりサービスなりにちゃんと社会的な意義とか魅力とか、はい、そういったものがないとどうしようもないというところはありますよね、まあ、そうですね、うん、そこはおっしゃる通りです。ここは皆さんね、大前提ですからね、はい、全く美味しくない飲食店をやってて取り上げてもらおうっていうのは難しいということですので、ここはまあご理解の上、はい、PR 活動をね学んでいただきたいと思っております。はい、とか偏見かもしれないんですけど、はい、なんか僕の中で PR って大企業がなんかどんどんやってるもので、うん、なんかベンチャー企業とかあんまりやってないのかなというか、うん、なんかそういうイメージ、大企業向けのものみたいなイメージがあるんですけど、はい、この辺ってどうなんですか。そうですね、でもそれはまあおっしゃる通りかなっていう、はい、例えばまあ、僕今 PR 会社やってまして、はい、僕の会社ってやっぱり PR の業界でもすごく変わってて、はい、ベンチャーとかスタートアップに特化してるっていうのが、はい、多分他でほとんどないんじゃないかなっていう、うんうん、僕はもうベンチャースタートアップこそ PR やるべきだと思うんですけどね、うん、なるほど。あんまりそういうのないんですよね、はい、なんかもうお話を聞きするとまさにそうだなと思うんですけど、意外とないですよね。ないんですよ。ないですよね。僕もなんか PR 会社さんとかにお話とか見積もり取ったりするとなんか150万ですとか平気で出てくるんで、わすごいな PR お金かかるなみたいな。いやそれもう大企業価格ですから。そうですよね、大企業価格なんて、はい、
でちょっと今まで聞いていると野沢社長、はい、なんかもう PR いいことだらけみたいなね、うん、ところは改めて感じちゃったりするんですが、とは言いつつ、うん、あの PR ってまあ絶対に掲載してもらえるかどうかわからないわけですよ ね、メディア側がどう捉えるかということだと思いますので、はい、そうなってくるとこう PR 一本やりっていうのもなかなか難しいとは思うんですけど、いわゆる集客の中でじゃあ PR っていうのをどういうふうな位置づけ、全体のポートフォリオの中でどういうふうに位置づけていったらいいんでしょうかね、うん、まあなんかポートフォリオ3つあるかなと思ってて、はいはい、まあ、1つは PR、 1つは広告、はい、あともう1つはオンドメディアですよね。例えば自社のウェブサイトとか、はい、あるいは SNS での発信とか、うん、まあ、そういうものって自分たちでちゃんとコントロールできるじゃないですか、はいはい、なんでこれはしっかりやった方がいいと思います、はい、で、まあ、プラス広告ですよね、はい、まあ、あのテレビ CM とかね、はい、なかなか小さい会社は難しいと思うんですけど、はい、でもまあそうですね、リスティング広告とかそういうことはできますよ、はい、まあ、そういうところできちんと、まあ、リードを獲得するようにユーザー獲得をしていくと、はい、でもう一つは、まあ、PR でというところですね、はい、で、まあ、PR はおっしゃる通り取材してもらえるかどうかもなかなかわからないし、はい、あとは報道される内容もなかなかコントロールできないんですよね。うん、まあそうですね、確かに。あのね、番組作ったり記事書いたりするのはマスコミの人なんで、はい、でそれあのもっとこうしてくださいとか言えないんですよ。なんでそういう意味でコントロールもしづらいんで、うん、でまあただまあ PR の場合はお金がかからないのと。はい、まあ、あと違った視点でポートフォリオ的に言うと、はい、やっぱり広告っていうのはどちらかというと、はい、あのニーズが顕在しているお客さんを刈り取るっていう意味合いが強いと思うんですよね、はいはい、でただそれだけやっていくと、はい、もう顕在ニーズを刈り取りすぎてしまって、はい、だんだん枯渇してくるっていう現象があって、はい、焼け野原状態ですね。そうです、はい、で PR っていうのはどういう効果があるかっていうと、はい、その潜在的にニーズを持っている人たちを顕在化させるっていう、うんうんうん、実はそういう効果があってですね、はい、まあ、広告をやって、はい、顕在化しているニーズを刈り取って売り上げにつなげつつ、はい、潜在顧客を PR で顕在化させていくっていう、なるほど、やっぱこの組み合わせが僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね。それはでもうまくこう両輪が回ると理想的ですね。そうなんですよ。だから、まあ、結構ね広告一生懸命やってる会社さんからのご相談も多くて、はいはい、いや広告ある程度やってきたんだけど、はい、最近リスティング広告のなんか費用対効果が下がってきてとか、はい、なんかもう刈り取り尽くしちゃったんだよねみたいな、だから PR やりたいみたいな、そういうご相談多いですね。なるほど。これちょっとすごい分かるなと思ったのが、うん、あのまあ、自社の話になっちゃって恐縮なんですけど、うちも基本リスティング広告とかでお客様をこう獲得していくんですね、うん、ただ一方でやっぱりそのもっともっとお客様の裾野を広げたいと、うん、うちでいうとフィリピン人のスタッフで家事代行をやってますので、うん、やはりこうお客様の中には、外国人の方だとちょっと遠慮しちゃうなと、うんうんうん、日本人の家政婦さんがお宅に入ってっていうパターンがずっと多いですので、うん、そういう人たちの裾野を広げていきたいんですね。はい、そうですね。フィリピン人の家政婦さんぜひ使ってみたいと、うん、面白そう、興味あるって人たちを増やしていきたいって思ってるんですけど、うん、これがまさに PR の使いどころな感じなんですかね。そうですね、うん、だから、まあ、例えば御社がね広告とかで、はい、あのフィリピン人の家政婦さんいいですよっていうと単なる宣伝なんですけど、はい、メディアが言ってくれると、うん、やっぱり読者とか視聴者もああ最近そうなんだなってやっぱり思ってもらいやすいですよね、はい、というわけでちょっと前半ですね、あの PR とは何ぞやみたいな、まあ、ちょっと基礎的なお勉強のところをさせていただきましたが、後半ちょっとですね、これ多分皆さんが一番知りたがってる、じゃあ PR って具体的にどうやるの、どうやったらメディアに載せてもらえるのっていうところについての野沢社長のマル秘テクニックをお伝えしていきたいと思っております。 あります。マル秘テクニックありますか。あります。楽しみです。はい、はい、君も年収2000万円 GO!